皆さんこんにちは、ヒカルです。先日メルカリで新しいカメラを買いました。ボディとレンズが2本ついてジャンク扱いで5000円でした。届いてから色々といじったら動くようになったので、いい買い物でした。まあ映るかどうかは現像次第だけど。それでは改めてカメラの紹介です。オリンパスより発売された小型の一眼レフ OM シリーズの2代目、オリンパス OM2。 1975年にオリンパスより発売され、当時世界最小最軽量と脚光を浴びた OM1 の良さをそのままに、構造や機能をグレードアップしたカメラになります。ボディの重量は 520g。 この時代の他の一眼レフが700から800ほどあったので、それを踏まえると 200g も軽い。シルバーモデルを買った後、安かったのでブラックも買った。両機とも OM2 ではなくて、実際は OM2N っていうマイナーアップデートモデル。 N っていうのは通常モデルよりもちょっとだけ使いやすくアップデートしてますよって感じ。宇宙からバクテリアまでというコンセプトのもと作られた製品だからか、小型なのに一切の妥協がないところがまた素晴らしい。今回はシルバーモデルを使ってきたけど、次回はブラックを持ち出してみよう。それでは行ってきます。持ち出してすぐに思ったことは、軽い、小さい。いつも重いカメラを愛用している分すぐに気づく。軽い分使い心地がすごいチープかと思ったんだけど、全然そんなことはなく、これなら愛着を持って使い込めそうと感じた。カメラマンって意外とそういうのが大事だったりするよね。たとえ重くても不便でも好きなら持っていく。カメラとの相性ってすごく大事。その点ちゃんと撮ってるって気分にもさせてくれるし、レンズも優秀でフォルムも可愛いし、他の人にもおすすめできる一台。昔の電車だよね。時々見かけてたけど、こうして中に入るのは初。置いてあるだけで入れないと思った。駅の雰囲気が最高。車移動がいつもメインだけど、たまには地方の電車とかに乗ってみようかな。いやー、いい天気だ。海は冬の方が綺麗なんだよね。確かちゃんとした理由があったと思うから、ぜひ調べてみてください。
フィルム取りきれなくて2日目に突入です。場所は地元平塚。あのポイントがいいのか、サーファーが多くいる。都内で一人暮らししてた時は海の良さってあんまり感じなかったけど、今は海がある町で育ってよかったなって思える。開放感があるし、人や物でごった返すこともないしね。湘南も砂浜が黒じゃなかったら結構いい場所なんだけどな。ここら辺のお家の庭にはよくシャワーがついていて、サーファーが外で砂を洗い流せるようになっているところが多い。うちのご近所さんにも何軒かそういうお家があるほど。でも僕は昔からマリンスポーツに興味がないんだ。知り合いにサーファーは多いし、昔の彼女にもいたな。ジェットスキーやってる友人もいる。ここで長く住んでるのにそれらには全く興味なくて、用があるのは波の上じゃなくて波の下だったっていうのをここ最近で気づけたかな。近々スキューバーのライセンスを取りに行こっと。次はこの子をどこに持っていこうかな。次回予告です。秋っていうか冬、寒い。次回は群馬編、お楽しみにね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。